こういうような検証記事を出したっていうこと、吉田政権証言っていうのは全くね、偽造したもんであると、間違いであると、それを載せたことをこれはもう取り消しますということを言ってるわけですよ。そこからまあいろんなものが広がったんですよね、実はこの問題はね。でまあ、それに乗っかって田島陽子さん散々いろんな発言をなさったんだけど、私はそんなものに乗っかってませんよ、まあ、私関係ないですよ、朝日新聞。だって別にこの慰安婦問題は吉田さんのその本で始まったわけじゃないんですよ。吉田さんの本は一つの証言であって、もうその前から大変な資料が出てきてて、ずっと研究してきましたし、いや吉田政治の本が一番の出発点になったら間違いない。そんなことないです、そんなことないです。こっちは女性学やってきてますから。別に朝日新聞の私はことをあれするとか守るとかそういうこと全然ないんですけど、朝日新聞もおかしいですけども、外国にこの従軍慰安婦のことが知られたのは別にその朝日新聞のせいでもないし、吉田さんの本のせいでもないし、そのことだけははっきりさせておいた方がいいと思います。朝日新聞ってそんな力がないんです。その前からだってどの口でそんなこと言える、国連もアメリカの議会も違うでしょ。いやいや、そんなことないです。国連のクマラス